これハードオフで買ってきました、うん、値段が、はい、なんかねピンと合ってるはずなのにこっちで合ってへんから、え、めちゃめちゃいい、めっちゃいいな、嘘嘘嘘、大丈夫ですか。はい、どうも皆さんこんにちは、アキアです。今回はですね、少しハードオフに来ております。はい、ちょっと今回はとある企画でここにね来てるんですけれども、今回クリエイター4名で、ここに来ております。ちょっとこんな感じで林さんとりょうくんと、そして今きじすけさんが中にちょっとね許可取りをしに行ってくれてるんですけど、今回はですねこの僕ら4人が決められた金額でここの中古のカメラを購入して、それを使っていくと。でそれがお互いの YouTube チャンネルで使ったカメラのレビュー動画を出すっていうような企画なんですね。この金額に関してなんですけど、まあ、ちょっとサイコロを振って金額を決めますと。で僕が引いたのはサイコロの目が5ということで、まあ、2万5000円分のカメラを購入できる権限があります。林さんが1万円、圭介さんが1万5000円で、僕とりょうくんが2万5000円という予算で買います。2万5000円を使って、まあ、カメラを購入して、それを使って撮っていくと、そういうような企画になっております。というわけで早速店内に来ました。はい、ここのカメラコーナーのものを選んでいきます。はい、こんな感じで中古カメラがずらっと並んでいます。一眼レフからミラーレスカメラ、そしてコンパクトデジタルカメラまでいろいろと一通りある感じですね。レンズであったりとか、あとはジャンク品とかもしっかりとねあって、まあそもそもこれをね見てるだけでも楽しかったですね。まあハードオフ自体いろんな店舗があるとはいえ、特定の1店舗においてもそれぞれで品揃えがいいんじゃないでしょうか。一番最初に購入を決めたのは林さんでした。予算1万円でコンパクトデジタルカメラを購入するみたいです。僕はこの 19,800 円のニコン D5100 を買います。これを購入して残りの5000円で、まあ、レンズを追加で単焦点買おうかなっていう作戦です。ということで僕はニコン D5100 ズームレンズキットに決めました。レフ機はあんまり使ったことがないのでかなり不安ではあるんですけれども、今まであんまり扱ったことのないカメラで、ちょっとね写真作品というか写真撮影をちょっとこれで頑張ってみようかなと思います。日付の設定2011、やば、買っちゃいました。そしてその後2店舗目3店舗目と言ったんですけど、なかなか予算5000円でいいレンズがなくて、ちょっとフィルムカメラを買い足すことにしました。というわけで僕の使うカメラたちはこれになります。こっちがニコンの EM っていうフィルムカメラと、これがこっちがニコンの D5100 というカメラですね。で今回このレンズ1本をこっちでも使ってちょっとね撮影をしようかなと思っております。デジタルとフィルム両方とも楽しむっていうのをこのニコンの F マウントで楽しんでいきたいなと思っております。買いましたね。ハンディ買ったよ。ダブルハンディカム。ダブルハンディカムだよ。ちょっとずつ特徴が違うんで。おお、綺麗な画質と、はい、それではみんながどんなカメラを買ったのかちょっと整理したいと思います。まず林さんはハイスローモーションで撮影できるコンデジを購入されていました。価格はちょうど1万円以内に収まっていました。そしてりょうくんがハンディカムを2台セットで買っていました。2台をどういう風に使うのかすごい楽しみですね。そしてケイスケさんは360度カメラ、アクションカメのようなものプラス小さなコンデジも一緒に買っていました。これ2つで1万5000円以内です。そして僕はデジタルの D5100ズームキットとフィルムのニコン EM を買って、この両方を2万5500円で購入することができました。みんながそれぞれ作った作品はみんなのそれぞれのチャンネルで上がるので、ぜひね概要欄から僕以外のみんなの作品も見に行ってください。まずちょっとね動画撮ってみたんですけど、意外といろいろ撮れました。なんかやってる。俺欲しいんだけど。一人でも怖くないから。
はい、というわけで作例の方いかがだったでしょうか。ちょっとねこのカメラを使用してみての感想をお話ししたいんですけど、スペックも一応出しておきますね。まあやっぱり一眼レフなので、まあファインダーのその実際の景色を覗いてる感覚がやっぱりすごく楽しいですね。まあ構造自体がミラーレスとは違うので、シャッターフィーリングというか、まあメカシャッターを押す感覚であったりとか、一回撮ってみないと露出がわからない感じであったりとか、カメラの歴史っていうものを知ることで、なんか今の時代のカメラにも応用できるところっていうのは何かあるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけでですね、別日でございます。はい、なみちゃん、僕ね新しいカメラ買いました。はい、ニコンの D5100、 これハードオフで買ってきました。値段が19,800円。安い、いつものやつより。そう、レンズだけね別で買ってきたんですよ。このニコールのなんていうレンズやろこれ、50mm f1.4 の完全マニュアルレンズになってます。ここがねミラーそこについてるやん。はい、これがね一眼レフカメラっていう、でミラーレスってここのミラーがないね。もう全部電子のモニターになんねんけ ど、 なるほど。これはミラーがある。ミラーがあるから、まあ、一眼レフっていう形、レフ機って呼ばれんねんけど、まあ、歴史もすごい長くて、だからレフ機って覗いてる絵がもうほんまのその世界やねんな。この入ってくるのをミラーが反射させて来てるみたいなものになってるんで、こっちの方がね割とこうカメラとしての歴史は長い。だからでも俺は初めた年がもうミラーレスの時代やったから、レフ機を知らんねん。こんな偉そうに話してるけど何も知らんねん。だからちょっと勉強させてもらおうと思って今ここに来てます。はい、とりあえず今日は写真いっぱい撮っていきたいと思うんで、はい、やっていきましょうか。はい、25,000円でどこまで撮るかやっていきたいと思います。ちょっと2本ぐらい下がれる。で右上見ようか。あ、いいね。じゃあいいね。すごい、これめっちゃレトロ。撮れてんのはもっと綺麗なはず。そうなん、中入っちゃう。あ、そうだ。あ、いいね。ちょっとなんか、持たれてる感じとか。あ、いいやん。あ、明るすぎた。明るかった。ここちょっとさ、向こう歩いて行ってもらってもいいです。正面で、気をつけじゃないけど、ちょっとまっすぐ立ってほしい。いいね。ピント合ってんかもわからん。もはや多分合ってると思う。マニュアルレンズやからさ、フォーカスを自分で合わせなあかん。ここでグリグリやって、これがむずい。体は向こう見てるんやけど、カメラを意識してちょっと振り向いてくれてる感じ。あ、いいよ。あ、めっちゃいい。待ってな。来た来た来た。あ、いいね。太陽来ました。いいよ。AKB 時代みたい。AKB 分かるやんな。分かります。見てって聞いてた。聞いてます、ね、ま大好き。おー、よかった。なんか AKB の MV のジャケ写みたい。どういうこと。真夏のサウンズグッドみたい。ほな、ちょっとここゆっくり歩きながら行く。よーい、アクション。いいね。お、めっちゃええやん。いいんじゃない。ウェーイ。 OK。 なんか俺煽ってるみたいやな。ウェーイみたいな。えんちゃん、えんちゃん。普通にちょっと光景残してみよう。逆に奈美ちゃん、俺撮ってみてや。難しいと思う。どこ押してる。ここでシャッター。はい、で、ここでここグリグリしたらピント合うわ。
頑張ってます。どう、思い出の一枚。おお、あ、いいよいいよ。でもなんか難しいやつ、こっちは合ってる気が。確かにな、うん、いやでも合ってると思うで。合ってますか。多分、うん、楽しみ、お楽しみで。もうみんな見えてるけどね、もう。みんな見えてる。俺らはお楽しみやな。ちょっとベンチ座る。いいね。可愛い感じとかっこいい感じもらおうかな、はい、両方。可愛いのからいこう。あ、そんな感じいいかも、うん、いいね。あ、めっちゃええわ。あ、バリええわ。可愛い可愛い。いい、中行こうか。暑いな。ルンバ押さえとく。可愛いな。うわ、この光エモいな。いいね。いいやん、いいやん。ちょい右側行ける。うん。そうね。いいよ。いや、めちゃめちゃいい味出てる。の。ミュージックビデオみたいな。これいいやん。あ、めっちゃいい。楽しそう。大丈夫ですか。平成初期感やばい、うん、なんかね、ピント合ってるはずやのにこっちで合ってへんから、うん、ね、モニターの解像度悪すぎるとそういうことやろ。そうね、ちょっと真顔っぽく、うん、この辺の位置まで来る、うん、そこやな。いいね、気をつけて。よし、いいね。次上行くか。あ、いいね、あそこいいわ。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めちゃめちゃいい。ええー、なええなぁ。なんかさ、こうシャッターさ、はい、バシャッと降りるやん、うん、これがね、ミラーのないカメラの違い。おー、すごい。そう、しっかり降りんのよ、メカシャッターが。この伝わる振動がいいかも、うん、あ、めっちゃいい。今の右手近くにあるのいいかも、顔の、うん、あー、いいね。めっちゃいい、ここ。ちょい外しももらおうかな。あ、あ、そうね、そうね。え、めちゃめちゃいい。めっちゃいいな。ちょっと俺もこれやるわ。これやって。これやるわって、めっちゃ恥ずかしいんですよ。そうそうそう。はい、というわけで、お疲れでした。お疲れ様でした。いや、よかったくない、結構いろいろ。めっちゃよかった。楽しかったです、これ撮んの。あ、ほんまに、うん、おお、だから、え、違う、いつもと。うん、なんか、うん、いつもはもうめっちゃ綺麗だから、うん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 、結構こうなんか綺麗だな、綺麗だなってこう。なるほどね。そうけど、うん、こう見るまでわかんないし。そうやな。楽しかった。なんかフィルムカメラっぽいんかな。うんうんうん、完成上がってくるまでわからへんみたいな。なるほど。まあ、このまず俺らが普段使うカメラとはもう構造自体が違うから、ちょっとむずいなと思った。なんかこう露出とかがさ、撮ってみなわからんっていうのもあるし、なんかこう。ここの解像度がやっぱ低いから、これほんまにいけてるみたいな感じになるっていうのも、まあ、あんねんけど、まあ、でもこう、まあ、そこそこのちゃんとしたレンズを使えば割と誰でも簡単に、まあ、ほんまに2万円とかでこんな写真撮れるんだったら全然いいかなって思うよね、はい、うん、でね、意外とね、思ったのがね、このカメラバッテリー結構持つんですよ。これ買った時もそうなんやけど、結構撮ったけどまだバッテリー満タンあるし、うん、全然減らへんから、1日なんか家族旅行とか旅行とか行くときとかにこれ1台持っておくと結構いいかも、うん、めちゃめちゃいい、いいよね。で、今回このレンズ 50mm 使ったんですけど、 APS-C カメラなんで換算 75mm になっちゃうんで結構近いんですよね。なので 35mm ぐらいのものを買うっていうのもまあありかなと思っております。僕実際ね、このレンズを使ってちょっとね、あのカメラのあれなんですけど、このレンズ使っていろいろね、自分の持ってる 7mm4 というカメラでいろいろと写真撮ってたんですよ。ほんならやっぱりね、めっちゃいい、うん、このレンズ。だから電子接点がないレンズなんで、
アダプターを使えばね、どんなカメラでも割と使えると思うんで、ソニーのカメラを使いの方も、まあ、このニッコールの F1.4 っていうレンズ、これ僕はりょうくんにね、勧めてもらって買ったんですけど、めちゃくちゃいいので、ぜひよかったらこれも買ってもらえたら、買ってもらえたらっていうか、チェックしてもらえたらいいかなというふうに思っております。ということで皆さん、今回、ハードオフに行ってカメラを買うっていう企画をしてきたんですけど、いかがだったでしょうか。みんなそれぞれ決まった予算感で違うものを買って同じように作品を作っています。なのでぜひそちらも見てもらえたらと思っております。ナミちゃん YouTube やっておりますので、はい、ぜひチェックしてください。インスタグラムもぜひチェックしてください。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひコラボしてくれたみんなのチャンネルの方も見ていただいて、全部にいいねして全部にコメントしてもらえたらと思っております、はい、めっちゃ欲張りやなはい、ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。